私やって大丈夫ですか？そうですね、やってみますか。あの、手で渡してやってください。手で渡す、うん、手渡しでね、こう手渡して、うん、ちょっとしゃがんで。どうやったらいいの？いや、いいですよ、そのままでいいですよ。どうでしょうか？ナイスキャッチ。わあ、すごい上手ですね。すごい。何これ、こんなやっていくのかをちょっと見てみたいと思います。それでは早速宮内庁さんからお話をお伺いいたします。どんなお味か流しそうめん初体験でいきたいと思います。うん、美味しそう。やらない方がいいんじゃないか。よいしょ。いや、ちょっとこれ重たい。なんか女の私にできるかしら。ちょっと、あ、ちょっと前を持って。その益子焼きなんですけども、花瓶なんですね。かなりずっしりとして、また素朴な焼き上がりですよね。そうですね、あの温かみのある重みのある花瓶ですね、はいはい、今日は実際にこの益子焼きというのを私も作ってみました。怪我ありませんか？いいですか？います。本当にこの辺は緑が多くて、空気がとても美味しいです。川のせせらぎも、とても良くて。